幸せ列車に乗りたいな、行き先は夢自由の国、幸せ列車に乗るんです。チケット持ってアートナエテよ。皆さんこんばんは、ニコラこんばんは。今日は、今日もか、フィリピンのセブ島から放送したいと思って、今日はちょっと休むかなと思ったんですけど、急遽やることにしました、何をお話しするかといいますと、今日のテーマはフィリピンの教育についてということで、今日ピーク158回目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストに、スペシャルゲスト、おはよう。お、You can speak Japanese. Please. Hi. Say hi. Hello. Okay. スペシャルなゲストに来てもらいました。名前言ってもいいのかな ？No. あ、地蔵さんこんばんは、ビゴラス。今日はですね、フィリピンの、セブ島の今ホームステイしているお宅からですね、ちょっと放送しているんですけど、で、今日はですね、フィリピンの教育について皆さんとシェアしたいなと思って、放送を始めました。はい、この間ね、ちょっとブログの方か、違う、Facebook かな、 Facebook の方にしたんですけど、これを作ってくれている、あ、作っている、あ、Please show show them OK? あ、そうそうそう、この、あ、 The oil you made、 これをね、作って学校で売っているという、ここに、ね、住んでる男の子なんですけども、その話をちょっと書きましたけどね、この、まあ、学校で商売しているっていうのも面白いんですけど、そのこれをね、こう売って何買うのって聞いたら、そのもっとうまくこの、ね、これが作れる機械を買いたいというように彼が言いまして、なんてビジネスマンなんだろうっていうことをね、まあ、思ってブログじゃなくて、Facebook に書いたんですけども、これ1本、あ、How much is it? だっけ15。これ15ペソで売ってる。This one? How much? 15。あ、1本で売ってる。はい、Please show them.これは How much? 70。かっこいいね、そこ。Thank you。これは10、これは70で売っているということで、まあ、ね、こう、なんだっけ、9歳にしながら、そういうことを、まあ、日々、今日もなんかね、学校休みだったんですけど、今日これをいっぱい作って、明日売るのかな ?USL?すごいね、こういうことをやっているという、まあ、彼なんですけども、今日はね、教育について話を聞いてみたいなというか、お話ししたいなと思った理由が、すっごい量のテキストブックを持って学校に行ってるんですよ、うん、日本人ってランドセルに行こう超える分だけしか持たないですよね。1日例えば朝4時間あって、その後1時間とか2時間とか全部で5時間とか6時間とかやると思うんですけど、この背中に背えるランドセルに背える分だけしか、まあ、日本人と持っていかないと思うんですけど、彼が持っていっているテキストの量をちょっと紹介したいな。Can I show? じゃ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 ん、見えるかな、
こんなキャリーバッグに持ってすっごい重いんですよ。 Too heavy Too heavy。 ん？ありがとう、 Thank you And please Too heavy And please open this one。A bitter? Yeah. Oh, sorry, much better. Oh, よかったね。わ、すごいよこれ。見て。Please. Here, here. これだけ。Text. How many textbook in this box? It's okay. 12. 12. And this one takes.No? Folder. Hmm? Folder. Ah, test. Like test. And this one? Notebook. Notebook. Ah, note がちっちゃいんですね。Note がちっちゃくて、テキストが大きい。Ah, folder. English text? Okay. こういう英語の本を毎日抱えていっている。うん。こんな感じで勉強しているのだそうです。ah, is it easy for you? Oh, easy. すごいね。こんなことですね。ありがとう。うん。みたいなねことで。いいよ、しゃべっても。ああ、yes. Oh, thank you. How many do you speak in language? How many can you speak? So many. So many? You can speak English and Chinese.Japanese. Wow. とりあえず3カ国は喋れるんですね。うん。というような。あ、ありがとうございます。実蔵さん着席といただいて、いーちゃんが、Oh, cute boy. Good night, Sally. おやすみ。ありがとうございます。おやすみなさい。ということでね。まあそういういっぱいこうテキスト抱えて。これを学校にこれを持っていけるかというと持っていけないですよね、ちっちゃいので。なのでなるほどと思ったのが、こうお母さんとかお父さんが毎日送り迎えをね車でされてるんですね。その理由は何でかなと思ったら、あ、テキストが重いんだっていうのが分かりました。日本だとあんまりこう、ね、学校まで毎日迎えに行ってっていうのはないんですけど、 こっちだと普通に連れて行って連れて帰ってっていうのを毎回ね毎日されているので、すごい、まあ住んでる場所がすごく重要なんだなっていうふうに思いますね。はい、うん、ぜひ皆さん彼に質問などあれば、いただければと思います。あ、また来週、いっちゃんありがとう。はい、でまあね、すごく教育に熱心なお自宅なんですけど、特にスペシャリーなんですけど、日本語を習いたいっていうのがすごくあって、毎週土曜日 Every Saturday you go to school Japanese school、 日本語学校に毎週土曜日に通っているんですね。でそこに通っているのは、そこに通っているあとの日は普通の学校に行っています。学校は Your school is to the study in English? All English? Japanese week? No, no, every weekday if you go to school English and Filipino? ああ、そっか。
and Chinese. あ、そっか、忘れてた。Chineseだけじゃなくて、English and Tagalog, Tagalog, the Philippine 語が中国語で日本語、4カ国か。すごいね。4 languages は、をね、しゃべるというか練習をしているということですね。うん、で昨日こう彼と一緒に歌の練習を、日本語の歌の練習をしました。カエルの歌。You can sing? He is a little shy. というふうに彼は言ってますけど、すごい上手にあのカエルの歌を歌ってくれました。あとリコーダーをね、You can play recorder? うん、ね。を吹いてくれたりしました。うん。あ、アスク君ありがとうございます。すごいとね、もう4カ国をもうこの時期から勉強しているということで素晴らしいなと思います。ね、日本人はまあ日本語が普通に、まあ、日本語プラス英語なんですけど、チャイネーズとフィリピン語を喋れたらもう強いよね、多分ね、その後。うん、で彼のお母さんはすごくビジネスマンで、まあ、そう、面白い質問をしたんですけど、あの働いてるんですか、お母さん働いてるんですかって聞いたら、働いてない、ビジネスを持ってるっていうふうに言われたのがすごくびっくりしました。ビジネスを持ってることと働いてることっていうのはなんか違うみたいです。あ、何キロ離れてるか。あ、神戸さん、ビコラー、こんばんは。How far does it go to here? To school. How far? 500km. Just 500km. あ、500mだそうです。うん。Oh, really? Half kilometer? Yeah. Yeah. Maybe. You can walk there. It will take 5 minutes. By walk? No. By car. By walk. Half minutes. Half minutes. By five minutes. But if you go to school by car, just five?5 minutes. Five seconds. Two. So. Okay. I see. Gourmet. What? Yeah. ね、500mぐらい離れてるそうです。で、歩いていくと30分。ね、30分。で、車で行くと5分だそうです。神戸さんありがとうございます。アスカ君、僕は日本語だけでも危ういというのにねえ、びっくりしますけどね。ゴールメイゴールメイジャパニーズね、はい、ということで、フィリピンの、あ、そうそう、何の喋ってたかというと、お母さんがねビジネスをされている。で、働いてるんですかって言うと、働いてないです、ビジネスを持っていますって言ったのがすごいびっくりしました、うん、ビジネスをこう運営していることと自分のこう時間を使って働いてることってなんか別のような意識だそうで、私は働いたことはない、うん、でもこうビジネスを持っていますっていう風に、ね、言われてたので、あーなるほどと思って、そういう感覚なんだなと思いました。うん、 What do you want to be become in future? Architect. 彼は、将来設計士になりたいんだそうです。 Why did you think so? I love drawing. And youdraw in this game.
you build the village? Yeah. そうそうそう。あの、彼が設計士になりたいのは書くことがすごい好きだということと、あとなんかあのゲームでこうビレッジを作るっていうゲームがあるみたいで、ですごいねこうガーデン付きの家をね作ってるんですよ。多分それですごくあの設計というのに興味があるんだなと思いました。What are you doing now? What are you doing? Atta! Again? まあ、あの、ご多分に漏れずっていうんですか、あの、ゲームが大好き、なんですけど、ゲームだけじゃなくて、こういうね、こういう、なんか女の子が好きそうだけど、これをちゃんとビジネスで学校でやっているっていうのはすごいなと思いました。これ教えてもらって私が今日作ったんですけど、とっても楽しくできました、ね、そう4カ国語、まあ、喋れる、その喋れるようになりたいっていうね、感じなんですけど、近いんだね、生徒は先生はそれぞれに何人っていうことで、カンペさんありがとうございます。神戸さんから質問をいただいたら私がトランスレーションして彼に伝えるわけなんですけど、まあね、あのこの間から言っています、今日本で大流行りのあれですよ、ずるい英語、はい、ずるい英語はですね、この間も紹介しましたけれども、青木優香先生が今、初めての本として出したものなんですけどね、あの本のスキルを使って、私はトランスレーションやっております。あ、池上さんありがとうございます。今日のミサンガも綺麗だねってことでありがとうございます。今日のこれはあの I made my by myself and he teach me How to make. Thank you. あ、カイさんありがとうございます。ビゴラー。はい。生徒は先生はそれぞれに何人？Do you have a teacher? The class. Do you have teacher? For English? No, no. Yeah. One? Just one teacher? Many. How many? One subject, one.One subject, one teacher. 一教科に一人の先生がつくんだそうです。なるほど。お、ゆかさん大ブレイクです。本当ね、1週間で3釣り、しかもその釣り数が半端じゃないですね。今からどんどんこうもっともっとメジャーになっていって、私がずるい英語ってタイトルつけたんだよ。って言っても信じてもらえない状態にもうすでになっているのではないかなと思います。はい、Okay, I have a question for you. Why did you start this? Why? Why did you start? Because I knew that it was nice, or I knew it was nice for selling.Yeah, for selling to the teacher or classmates. なんでこの、ね、ビジネスを始めたのかって聞いたんですけど、なんか一番ベストな売りやすいものだというふうに彼はおっしゃっています。ね、9歳でそのビジネス感覚がついてるっていうのはすごいなと思うんですが、Takumi, she want to see your face. Say hello. her name is Satomi. Satomi, hi. Hi, Satomi. Thank you. まあ、そう、すごい可愛いんですけど、あ、地蔵さんありがとうございます。ハペーク青木ゆかさんアーカイブということでいただきました、ね、そう
今日かな、今日もね青木さんに遠隔で出てもらえたらいいなと思ったオーダーしたんですけども、もう今めっちゃ忙しいみたいでちょっと難しかったんですね。また今度うまくいくと出てもらえるんじゃないかなと思います。オーディエンスの方何かご質問ありますか。はい、ここ今ねホームステイしてるところには、イタリーのおじさんが、イタリーから72歳のおじいさんが、来ておられまして、彼はオリーブオイルを作ったりあとワインを作ったりしている方で、さっきちょっと後ろに足が映ったと思うんですけど私が彼の英語があまりちゃんと聞けないのでちょっとゲストに紹介するのは何かなと思いまして、あ、OK、ミサンガの売れ筋商品はどんな色って可愛い子に聞いてください。 This is too difficult question for me、Most popular color is Most popular? Yes、for women, for girl. Yes。あ、今見せてくれてます、選んでくれてます。お、this one? But it looks boy. It looks boy. Okay. But I like this. Okay. これを紹介してくれました。これ売れ筋商品だそうです。The main for boys. This is main for the boy. はい、これもちょっと男の子版しか今ちょっと商品がないそうです。これ私にくれたからかな。はい、まあ、こんな感じのものをね作っていて、これは15ペソ、日本円でいうと50円、40円ぐらいで売っているんだそうです。原価は20円ぐらいですね。いい商売ですね。バイベネフィットにね、うん、です。Thank you。ありがとうございます。あの女の子にはピンクがいいよねっていうのは今日お昼に教えてくれて、これをあの言ってくれました。はい。あ、神戸さんありがとうございます。ずるい親の名付け親であるのはブログで読んだよということで、はい。もうそれ自分で言っていかないとね、みんなに言ってもらえないと思って頑張っていきたいと思います。そして紹介していきたいと思ってます。はい、今ねちょっとオーディエンスの方からここもすごいよっていうことを教えてくれもらえたんですけど、ここの家は、自分の家で食べるものを結構作ってらっしゃるんですね。で、例えば外に庭に出るといろんな木が植わってて、これが I forgot the tree's name モリンガ、あ、モリンガっていうあの葉っぱで、あとそのビーンズ、豆を入れてご飯を作ってくれたりですとか、あと机の上でクロロフィルだったかな、ウィールシードだったかな、なんかそういうクロロフィル、ウィルシーズ、クロロフィル、クロロフィル、クロロフィルを、作って、What? あ、Please come here. It's my program. Oh, it's good. Yeah, it's my program. Please.Here. お母さんにも出ていただきました。Please introduce yourself. Hi, my name is Jonna, and Jonna. This is my son Takumi. Oh, only one son, only one child. Beautiful. Thank you. 今お世話になっているお宅のおママさんと。はい。ありがとう。サラマン。で、この間皆さんに紹介しました Airbnb で、ここのお宅を借りたんですね。なのでぜひ皆さんがフィリピンにいらっしゃるときには、Airbnb をチェックしていただければここに住むことができます。
はい、でたくみくんと喋ることもできますので、ぜひ遊びに来てください。 Do you want to come guest from Japan? No? No? キュートなお母さんだということで、いやそうなんですよ。モリンガは粉末しか見たことがない。おお、なんかこういうちっちゃい葉っぱでした。ね、うんうん、そうそう。すごい可愛いお母さんで、いつもなんかいろいろ作ってくれるんですけども、なんかとっても住み心地がいい感じです。はい。で、I bought the DVD yesterday. What the name? What the title? You book a gig. じゃあ、いい ？OK？ うん。ゲゲゲの鬼太郎を昨日見ました。で。うん、そうですね、お母さんも若い、はい。昨日まではこれパッケージがあったんですけど、The first time? Yeah, yesterday. Yeah. 昨日オープンして一緒に見ました。で、目玉のおやじが砂風呂に、あ、Please say that. Please about the different. You can do it. Please, 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 please. 多分彼が言ってるの。昨日これを見たんですけど、ぜひ言ってくれということなんで言いますが、昨日これを初めて開けてみました。で、これがいつもお母さんとかが見てるやつなんだけど、これは from China なんですね。これ Japan なんですけど。この質がね、日本はすごいいいと、すごいこのハードケースがね、これソフトケースっていうかな、ハードケースかな、うん、がね、とっても質が良くて素晴らしいよっていうのを言ってくれました。ああ、oh, and this one, this の服、うん、そうそう、これがね弱いというらしいです。Thank you. そうそう、まあ、そういうなんかクオリティにものすごく興味があるのか、いつもクオリティの話をしてくれるんですね。で、これを作る機械もチャイニーズと日本のは全然違って、羨ましい。 I can't read.今カンペが出たのにジャパニーズが読めなくてすごい残念な私でした。たくましい、はい、そうなんですよ。 ありがとうございます。カイさん、キュートなお母さんだとね、いただきました。そう、2人してすごいキュートですごい羨ましい家庭なんですが、カンペさん、その輪っかは何に使うの？お母さんも若いね。あ、これはもうただのおしゃれですね。で、これは腕にやるミサンガって言って、昔日本でもちょっと流行った紐のバージョンが流行ったと思うんですけど、これはゴムでできてます、うん、ゴムでなんか編み物的にこう作るやつですね。で、うん、これは髪の毛にここに結んでも可愛いと思うんですけど、そういうのに使ったり、ネックレスにしたり、the dress, the dress, the jacket など服とか作ったりする人もすごい人もいるみたいです。はい、池上さん、ありがとうございます。家族紹介、うちのサリーをよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そうだ、ゲゲの鬼太郎だね、砂掛けばあばあの話が面白かったということで、そう、砂掛けばあばあね、英語でなんて言うのみたいな感じで、多分簡単に言うことを知らなかったら
砂かけみたいな感じで辞書で引いたりしてたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それをね簡単にこう Baba means the old woman とか言って簡単に言えば、What? Ah, it's okay. Bird? Ah. Mm, okay. But this sounds good. Problem? No, not yet. Okay. Ah, ちょっとトラブルがあります。ちょっと。Alright, alright, no problem. Be careful. ね、なかなかすごい観察力だと。いただきました。It's a school program? The schedule. すごいスケジュールですね。1日1、2、3、4、5、6、8、9、10、11科目みたいな感じでやってるみたいです。はい、小さい時からお金の流通が学べることとその思考があると内部では全然違いますね。そのこの前そんな話をした。本当そうですよね。なんか今日ね朝 YouTube の動画をこうシェアしてくれたんですけど、 YouTube ミリオネアの動画を見てて、これすごいよねみたいな感じで見せてくれて、彼もお金持ちになりたいんだそうです。素晴らしい。その日本にいると、まあ、他の人とあんまりこうなんていうか変わらない感覚というか、みんなが一緒っていう感覚があるので、多分そこら辺が分かりにくいのかなと思うんですけど、何でしょう、こっちにいるとそれこそストリートチルドレンの方子供たちがいたりとか、例えば昨日は本当なんかちょっと悲しい話なんですけど、こうご飯食べに外に行ってると、いつもねこうトラックの中からこうマネーくれマネーくれみたいな感じで言ってくる子供たちがいたんで、じゃあ帰りにちょっと豚まんみたいなの買ってシェアしてあげようかなと思って、行ったら声がないのでどうしたのかなと思ってトラックの荷台を覗いたら、こうシンナー吸ってて、でもぼーっとしてましたね。だからなんかやることがない刺激が夜はやっぱり子供たちはなくて、テレビもないしどうし、まあ、することないのでシンナーが刺激なのかしらみたいな感じなんですけど、まあ、そういう子どもたちがいたりして、いろんなものをこっちにいるとやっぱり目に、もう差を目にすると思うので、多分そういう感覚からなんでしょうね、こうお金持ちになりたいなみたいなことを思ったりするのかなと、ちょっとそこら辺まではダークというかディープすぎて聞けないことなんですけどね。はいさん、そのお金で何か買うのかな、お金持ちになりたいという意味のお金ですかね、それともこのお金、このお金は次の投資のために使うんだそうです。投資っていうのはこのゴム買ったりとか、このゴムを引っ掛ける機械があるんですね。その機械が今チャイニーズの使ってて弱いんで、ジャパニーズの使いたいというふうに言っていました。Please show them how to make this one. Please, please. そうですね。なんか喋ってるといつもこれは日本人ですとか、この例えば今日漫画を朝見てたんですね。ベイブレード？ベイブレードってやつ、日本の漫画を見てたんですけど、それ見てるときに、この人たちは日本人だけどこの人はアメリカ人とか、すごくそのシティズン、なんですかを言うんですね。ナショナルの話をするんですよ。
で、なんかそれは日本にないよなとか思って、日本は、まあ、みんな日本人だとっていうの、日本人がほとんどなので、俺が 誰が何人っていうことはあまりこう差別区別しないけども、こっちはいろんな人たちがいるので、うん、ね、いつもちゃんとこの人は何人だからとか、この人はこうだからみたいなのがいつもこう頭の中にあるのかなというふうに思います。うん、面白いですね。Please show them how to make yeah okay is it okay? Can you bring this here? If you we can. Thank you. これの作り方をね、ちょっとどんな風に作るのかっていうのをちょっと見せてもらおうかなと思って今頼んでみました。通じてよかったです。あちらではイタリーのおじさんがラザニアを一緒に作っていらっしゃいます。彼もまた自宅でいろんなものを作る、あとは外に食べに行かないということがなんかよく昨日からねよく言っていて、全部クッキングするんだそうです。もちろん材料は買ってくるんですけど、家でオリーブオイルを作ったり、ワインを作ったりしている。もうそれはなんていうか自分たちが食べる分が、まあ、メインで、売ったりはそんなにしていない。それそのなんか秘蔵のワインをもらったんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。で全然その多分混ざり物がないので、明日翌日に響かない、なんか日本語が出てこない感じなんですけど、明日に響かない感じで、すごい美味しかったですね。 Please come here. Here. What?いいよ、イングリッシュで。Go ahead, in English. Can you help in Japanese? OK, OK. 彼がこの腕輪の作り方を教えてくれます。The first? OK. これで作るのね。It's a gum? ゴムってゴム? Yeah, wind.Here, this camera. Close. And. 指にかけるんだそうです。いいね。そして。はい。こうやって手にかけます。で、next one.And okay. Okay, yo. Just wait there. Sorry. Okay. Please explain. and then.ラザニアできたって。Next one? OK. そして、一番下から持ってきて、上に。で、一番下から持ってきて。これをずっと繰り返したら、これが、This one. Then you see, and you do it again and again.もう一回、これは何回もしますっていうことです。そう、毎
回こう1個かけて下からこうやって上にやるんだそうです。This is rock, right? Thank you. Sorry. Will you go ahead? Oh, next one.ここの初めのところを青いやつからスタート。 The first first コン に、で、it's a rock こうやってかけてスタートしますと。いいねThank you。Good introduce, thank you. Okay. Yeah. When you lock. When you lock. After that. Here, here. Yeah. You are so nice.She said. Oh, いいね。 And the lock? Ah, it's a ring for finger, right? いいね。はい、ちっちゃいのが今できました。かわいい。はい、これがめっちゃ今流行ってるね。What do you call? Fish tail. Fishフィッシュテールだそうです。面白い。こういうなんかありがとうこういうゴムがいっぱい売ってて、それをみんな今こう編みまくってるんですね。そうそうそう、ありがとうございます。こういうのやって、あ、こっちいいです。ということで、今日はフィリピンの教育についてと思ったんですけども、もうできたの早いですね。今のほんとワンリングというか、指輪を今作ってくれました。めっちゃ早い。そう、これ作るのも1時間かからない、30分ぐらいでパパパパーって作れました。これは結構流行ってるんじゃないでしょうか。今作ったのこれかな。かわいいね。そうなんです、まあ、こういうことをね、こっちで何ですか、まあ、男の子と毎日ちょっとずつなんですけど喋りながら、あ、そういう風に英語使うんだみたいなことをぼちぼち教わりながら、過ごしております。でなんかこっちの人はやっぱり会話が好きなのか、みんなすごい喋ってますね。道端で座って喋っていたり、多分商売するより喋ることの方がきっと好きなんじゃないかなと思うぐらい、みんなこう仕事中に喋りまくっているっていう感じで、すごく見ていて新鮮なんですけど、あ、クリフスタイルさんこんばんは。ピコラース、今日はですね、フィリピンのホストファミリーのお宅から放送しているんですけど、今までずっとちょっとこれをね、作って売ったりしているこの9歳の男の子に出ていただいて、話を聞いたりしてました。さっきも言ったんですけど、学校にスーツケース以上の本当大きい、見えない、これこんなカバンで学校に行っているんですね。もう日本のランドセルってすっごい大きくて、私の中ではすごい嫌だった、嫌だっていうか重いなっていうので嫌だったんですけど、それ以上のテキストをこっちのフィリピンの、お子さんは学校に毎日持って行ってる。でもこう
重すぎるんで毎回親がちゃんと送り迎えをしているというのがね、びっくりなことでございます。まあ、それぐらいなんか教育にすごく力を入れている国なのかなと思います。で学校では、3カ国語を習っていて、プラス日本人学校にも行っていて、学校で3カ国イングリッシュ、タガログ、タガログフィリピンのラングエッジ、3つ目がチャイニーズで、日本語を習っているので、なんかこうすごい子供になりそうだな、子供じゃない、すごい大人になりそうだなと、思います。プラスビジネス感覚もすごくあるので、なんかこう勉強させてもらってますみたいな感じですね。でなんか本当にしつけもすごく素晴らしくって、私たちが初めて来たここに来た時にはスリッパ出してくれたり、あとさっきずっと停電になってたんですけど、停電中ちょっと結構停電があるんですね。で停電の時は暑いでしょみたいな感じで電池で動く扇風機とあとライトを持ってきてくれたりですとか、すごく気が利く、こういつもそういう風に大人と一緒にお母さんと一緒にビジネスを見てもらったりしてるので、そういう風なこう相手に何かしてあげるっていうのがもうデフォルトになっている感じですかね。もうすごくそう教科書からして分厚くて、この辞書みたいなのが全部テキストなんですよね。驚きでございます。他にどんなこと、そうで、なんかこっちの人たちの、まあ、ダークサイドじゃないですけど、例えば子供がさっき言ったようにこう夜な夜なね死んで遊っている子供たちを普通に見かけるとか、まあ、ストリートチルドレンの、ね、子供たちなんですけど、お金をもらう手出してちょうだいっていう子供の中にもいろんなタイプの子がいるなっていうのが最近の感想で、本当にくれて当たり前みたいな感じで手を出してくる、子供、あとはもしあげなかったらすごいなんかブンとする子供がいるのに対して、ちょうだいみたいな、私お金欲しいのちょうだいみたいにちゃんと演技をして、演技じゃないか、ちゃんとこう意思表示をして、でくれたらありがとうみたいに言う子も、もうその2つのパターンがあったとしては、そしたら前者はきっとずっとそのままなんじゃないかな、でも後者のちょうだいって言える子っていうのはそれだけでもやっぱりちょっとビジネスじゃないですか。でガンガンもらってるんですよね、差を見てくれとか、前者はまあくれたらまあいっぱい手出してくれたらいいな、でも次の校舎のこの相手の女の子だったんですけども、この人くれるだろうなっていうのを見計らってめっちゃ走っていくんですね。でもらった後でもちゃんとありがとうみたいな感じで言える、なんかその差がその今後、今はなんていうか不和かもしれないけど、まあ、もちろん親の影響でそういう状況かもしれないけど、あ、這い上がっていくなみたいなのを感じたりします。で、まあ、そういう子たちになんかできることないかなとなんか日々考えてしまうんですけど、まあ、例えばね、一曲歌えますとか、歌いますとか、ちょっと踊りますとか、そういうのをしてくれて、このドネーション、募金。寄付みたいなのボックスを置いてくれたらすごく上げやすくなる、ギブアンドテイクの関係、ギブアンドギブかな、関係になれるんじゃないかなと思うんですよね。でもしそういう曲一曲覚えたり、まあ、例えばリコーダーね、70ペソ均一で買ってきて一曲練習したり、例えば日本の歌を練習したりとかしたら、もう日本人はすごい渡したい、渡
渡しちゃいたくなるのではないかなとか思ったりして、日々ねそうやってストリートチルドレンを見て思うわけなんですけど、だからといってねシンナー吸ってる子供にちょっとこっちにそれやめてちょっとこっちに来て歌勉強しましょうとかっていうのもまあやりにくい話で、どうやってやったらそこに食い込めるかなと思ったりしています。で何回か前に出てもらったの留学エージェントの、菊池さんがこの間のそういうストリートの子たち の、 なんですかボランティアに行ったという話を、先週の水曜日にねちょっとご飯を食べながら聞いたんですけども、でストリートじゃなくてその子たちはあのお墓に住んでる子ども、お墓、こっちのお墓ってあの沖縄のお墓みたいにちょっと家っぽくなっていて、そこに住んでいる子供たちがいるんだそうで、そこにあのご飯を持っていくというのをやったそうなんですけども、でその子たちにねご飯をあげるときにもう本当に、まあ、もちろんしつけというものをされていないのでありがとうということも言えないし並ぶこともできないしという状況で、もらったらもうガッても自分もらったらもうそれは人に渡さないみたいな感じで走って逃げるみたいな、そういう状況で、あとは何でしょう、器を持ってくる、自分たち持ってくるんだけど本当になんか真っ黒とか汚いような状態で持ってくるんだそうですね。でそれにこうご飯を入れるのもすごくそのボランティアしてる人はこんなのに入れちゃっていいのかなみたいな感じになってしまうみたいな感じで、もちろん洗うところがなかったりするからそういう状況らしいんですけども、なんかすごいそこに餌みたいな感じにあげることが本当にいいボランティアになる、いいっていうのがその価値観的にはあの、まあ、変な話なんですけど私から見てそれってどう、もちろんいいことなんですけどそれだけじゃ何も変わらないなみたいなことを思ったりとかしましたね、そうだから彼らが、まあ、悪いわけじゃ全然ないですし、まあ、環境は仮想させるんですけども、住むところとか食べるところとか寝るところがちゃんとしてこそしつけが始まるみたいなね感じのことってやっぱりあるんだろうなと、すごく思いますね。ご飯すんごいお腹空いてるのにありがとう言いなさいみたいなことってなかなか言いにくいというか言っても触らないんじゃないかなと思うんですよね。なんかそこら辺はやっぱりあのフィリピンの政治が今後どんな風に変わっていくかっていうところが一つの課題かなと思うんですけど、まだまだそこら辺整ってないなというところがあります。ありがとうございます。池上さん、男の子の様子を見てすごくしつけがしっかりしているのが分かりますね。ねえ、本当にそう思います。The audience say to you、you're so clever and you have a manner. Yeah. 間違えてなんかね、本当ここの家はすごいな、ビジネス感覚をつけている、お母さん曰くなんかサバイバル能力だと言っていらっしゃいましたけどね。はい、あやさん、ストリートチルドレンに学ぶ経営志向、これも重要だな。本当ね、すごい子はすごいですね。多分結構儲けてると思います、お金ちょうだいってやつで、そう、ありがとうがお金の対価になるということでね。ありがとうって言ってもらえるだけでなんかこっちは嬉しい気持ちになったりとか、ありがとう、その気持ちを控えに、まあ、お金ね、それってすごく正当なビジネスだなとか思ったりしますけどね。はい、確かに欲を満たすことが先になってしまいますねと、なのでまずは満たされてから、なんか新しいことを学んだり、でも先にもし学びがあったらその状況もすぐ変わるのになとかも思うわけですね。そこら辺が難しいところなんです本当に、
ね、ストリートチルドレンの子たちが一曲歌覚えたらめっちゃ儲かるのにって、これを何度思ったことか。どうもと、ああ、ね、なんか、はい、もうこうね、シンナー吸ってる子供たち家に、私の家じゃないけどここは連れて帰りたいみたい思っちゃいますね。みんなすごい可愛いので。うん、もし歌ったら。あーそっか、そうそう、こっちに来てすぐご飯を食べにね、行った時に、すごい可愛い女の子が、あ、男の子、あ、女の子か、ちょうだいって言われて、でお金をちょっとね持ったお金をねこう渡したら、すぐそれをお母さんにバーッと持って行って、その子のお腹にはきっとあんまり入らないのかなとか思ったりしたり、うん、どういう意味ですか、もし演奏したらそら、うん、あー今そうなんだ、あーなんかちょっとダークな裏話でのお金をこう子供たちがゲットすると、やっぱりそれを狙って、子供たちを使って儲けてる人がいる、うん、なので子供たちが裕福になるかといったら、うまくその子がビジネスしたとしてもやっぱり吸い取られてあまり状況は変わらないと、うん、いうような現実があるんだそうです、うん、なのでなんかね、うまく打開策があるといいなとすごく思ったりします。本当にこれ思ったからって何にもならないんですけども、でもなんかすごくね感じる日々でございます。はい、というそんな一方を、例えば今日アヤラというモールに行ったわけなのに行ったんですけど、ここはもう本当に高級な、うん、ブランド品とかがいっぱい入ってたり、例えば今日行ったのは iPad 買おうと思って iPad 見に行ったんですけど、そこに子供たちがいっぱいそこで、買い物してる現状があったりしますよね。この差はな、この差すごいなと、いい悪いじゃないけどこれでどうなんかなとか思いますよね。日本人的な感覚かもしれないですけどね、まあ、みんな同じじゃってなければならないわけでは全然ないので、いろんなことを思ったりしている今日でございます。はい、うん、母さん、先日も大分でそんな話をしてました、リアルタイムの話題、ああそうなんですね、切ないねということでね、そう、でもなんか切ない一方、本当に子供がいっぱいですね、こっちはいっぱいで、そういう意味でちょっと可能性を感じる、うん、ものすごいいっぱい子供がいるので、なんかこの数の理論でなんか新しいこうケミストリーじゃないけど、なんていうかな、なんか新しいことが起こるんじゃないかな、でもビジネスマンが、うん、例えば彼みたいなビジネスマンがいっぱい出てきたら、ではこのフィリピン面白いことになるんじゃないかなと思います。うん、食事のメインは、カンベさん、食事のメインは、レシピはどんなものを食しているのですか、聞いてみましょうか。アクミ、What do you eat every day? What do you eat? Rice. Rice? Other? Rice and? Egg. You like it? Barbecue. Yeah. We went to the barbecue. I forgot the name. Matias. こっちはご飯食べるのが好きみたいです。で、ご飯も、ココナッツの皮だったっけな。なんか、I forgot the rice. In Matias.
プト、あ、プトっていう、こうこんな、なんかダイヤの形にご飯を入れて、それを水に、水で、まあ、ボイルしたご飯、こうやってバカッて開けて食べるんですけども、それとかね、あとエッグを食べたり、あとこっちはチキンとかポークとかが結構売ってて、この間一緒に、マティアスという串焼き屋バーベキュー屋、バーベキュー屋間違えた、バーベキュー屋に行きました、うん、すごい。それでお腹いっぱい食べて、飲み物も飲んで400円ぐらい、うん、400円ぐらいでした、うん、もういいんじゃないかな、いいプライスかなと思います。うん、まあそういうようなお宅で今生活をしてまして、多分今月中ここにいる感じなので、またフィリピンの、なんかね、喋ってみない、こっちの人と喋ってみないと、ただのツーリストだと分かんないことがいっぱいありますね。例えばそういう、部長だったり、部長ふと、とかね、その道で売っているので、そういうのはあんまりお腹痛くなっちゃいけないと思って買わないんですけど、一緒に連れてってもらってトライしてみるとすごくいけたりとかします。日本の米じゃないけど、結構日本っぽい、そのちょっともっちりとした感じのお米でしたね、うん、そういう食についてとか、あと教育についてもやっぱりこう普通にツーリストだとわからないので、いろいろ聞いたり、見たりして、うん、今後も情報をゲットしたりしていきたいなと思っています、はい、ということで今日1時間お届けしてまいりました、皆さんたくさんツイートありがとうございました。じゃあまた来週、来週は QQ イングリッシュという、こちらセブ島の、あ、日本でもめちゃ有名な、あのオンライン、オフラインの英語の学校のオーナーさんに出ていただける予定になっております。 QQ イングリッシュからお届けするかもしれません。ちょっとどこからするか分かんないんですけども、QQ イングリッシュの、ライコーさんに出ていただくことになっているので、ぜひお楽しみにしてください。多分皆さんもあのインターネットの広告とかで QQ イングリッシュっていうのがよく見ると思うんですね。青と白 の、 あのロゴの、うん、そこの、オーナーさんにお話を聞けることになっているので、楽しみにしてください。ということで、今日も1時間ありがとうございました。そしてたくみありがとう、ありがとう、 Please please show your face andじゃあまた来週、可愛い子の育成がとても楽しみですということで、それじゃあ皆さんさよなら、 say goodbye、 さよなら、あ、さよなら、 see you again、 ビゴラス、バイバイ、ありがとうありがとうございました、さよなら、唱えてよ、会いたい人やしたいこと、あ